肖像が、狩谷駅祭天保六年うるう月四日は、江戸時代後期の交渉学者である。名は、餅の、字は、京雲、通称は、津軽屋三江門、別号を、旧古老。改名は、上官院実寺旧瀬古寺。江戸の下や池の旗中町に生まれる。父は、書籍賞、高橋高二十五歳で、呪祖邸、狩谷田もつ西への養子となる。 津軽藩御用達という不裕な町人身分にして、幼少時から学問を好み、1794年、頃から八代広方に指示し和漢の学を授けられた。青年期は古代日本文化の交渉に努め、やがて関石前本の収集と光悦に進み、書子学方面に非凡な見識を示す。高校遺品の収蔵と、金石文、古典の研究を行う。説について、 最も信仰のあった松崎孝堂と山梨稲川らと共同で投球した。土寮校については、1790年以来、採用を10回近く行い、1832年には、焦燥陰魚物の諸尺配管を実施、実物主義に徹した。和美王についても、松崎孝堂と研究会を重ね、比較交渉に精細を極め、町人の学者として、北清路、 一の名案と合わせて、三十三絵門と称される。晩年は、浅草の住居を、実時旧世商奥と称した。墓は、江戸下屋の天竜寺にあったが、巣鴨の報復寺に移されている。晩年の森王外が、自伝の著述を意図し、資料を集めたが公務と病で果たせなかった。ありがとうございます。